ポツオキの大城です。今日画像なんか違うんですけども、気づかれた方いらっしゃいますか？今日から iPhone にしてみました。なんか噂によると iPhone の方がいいよっていう話もあったので、まあ実験的に試してみます。間違いが出てくるかどうか、まあ編集しながら確認してみようと思います。でその他にもなんか iPhone の編集方法とか、こうやったらいいですよみたいな、あのおすすめの使い方とかあればぜひ教えてください。あの僕 iPhone 初めてなのでちょっと分かんないので、今もいろいろ文章打ったりするの手こずったりしてます。でそういう話はまあさておきですね。で今日は選手保護者向けの内容になります。でテーマなんですけれども、こうしてみました。こう選手に欠かせない炭水化物というテーマでお話をさせていただきます。で皆さんこの炭水化物ですね、こうよく聞いてもう分からない方はいらっしゃらないと思うんですけども、じゃあ具体的にじゃあそれが選手にとって、まあ、どういう、なんだろう、役割を果たしているのかとかっていうのは意外とこう分からなかったりすると思うので、そこら辺を軸に話をしていこうと思います。で今回3つ軸を作ってみました。で今もこうお話しさせていただいたんですけれども、まず役割ですね、炭水化物の役割って何っていうところと、あとはその役割を果たすための必要量って何ですかっていうところですね。あとはこう必要量は分かったんだけども、じゃあこれ摂取のタイミングとかってあるの、このタイミングによって何か違いとかって出てきたりするのっていうお話に関して、まあ、ちらっと触れていこうかなと思います。でまずはじめに炭水化物なんですけども、大きく分けてこう2つあります。でそのうちの1つですね、これは糖質になります。よく聞きますよね、糖質制限ダイエットとか。でこれはあの炭水化物っていうもので、まあ、食事で摂ります。でこう人のお腹の中でこう消化されて吸収されていきます。これが炭水化物の一つ目です。でもう一つがこう食物繊維になります。で意外とこう炭水化物の中に食物繊維が含まれているっていうことを知らない方って結構多くないですか？なんでまあそこら辺も踏まえてちょっと知っておいて、知ってていただきたいなということで、今回食物繊維を追加しています。まあただ詳しい話に関しては、まあ、別動画で食物繊維に関してはお話をしていこうと思います。で糖質と食物繊維の大きな違いっていうのがあって、でそれは何かというと、先ほどの糖質はこう食べ物から取って消化されて吸収されるんですけれども、食物繊維っていうのはあの基本ですね、こう消化吸収されないので、そこが一番大きな違いかなっていうところですね。だから僕もずっと前ですね、ちょっと汚い話になるかもしれないですけども、こうカロリー食べたものってこう体の中に吸収されてるはずなのに、なんで分泌は出てくるのみたいな、あれって食物繊維の塊だったりするんですよね。っていうので、あそれでなるほどなとか思った時期があったんですけども、皆さん知ってましたか？まあ、僕は知らなかっただけかもしれないですね。なんでそういうところで食物繊維っていうのは、まあ、そういう特性がありますよっていうことをこう一つ頭に入れてていただけたらなと思います。ただ細かいことに関してはまた別動画で食物繊維に関してはお話をさせていただきます。そして今日はですね、この糖質をメインに話していくんですけれども、じゃあ炭水化物の中の糖質っていうのは選手にとってどういう役割を果たすのってなった時に、ズバリこれです。エネルギー源です。で体の各組織っていうのはこうブドウ糖っていうのをこうエネルギーに使ったりするんですけども、糖質っていうのはまあそれを供給してくれるもので、なので非常に重要な役割を果たします。でこのエネルギーって言っても、まあ、どういうところで使われたりするのっていう話なんですけども、まず一つ目ですね、ここです。見てわかりますよね、脳みそ、糖質をこうメインのエネルギーとして脳みそっていうのはこう活動しています。なので非常に重要です。で例えばなんですけども、こう基礎代謝っていうのがあるんですけども、まあこう生きていく上で必要な、まあ、代謝
に対してカロリーとかっていうのがあるんですけれども、まあ、それの約 20% ぐらいっていうのは基礎代謝のうちの 20% っていうのはこう脳みそでこう使われているんじゃないかっていうので、エネルギーがですね。で、まあなんとなく計算してみるとこんな感じになるんじゃないかなっていうことで、1500キロカロリーぐらいの基礎代謝がある人がいるとします。で、そのうちの 20% なんで、まあ大体300キロカロリーぐらいはこう脳みそで代謝されている、使われているんですよっていうことを一つ頭に入れてていただけるといいかなと。で、300キロカロリーってどれくらいかっていうと、まあ、ちょっと僕も今曖昧なんですけども、まあ、例えば、まあ、コンビニぐらいのサイズのおにぎりの糖質って、まあ、物によってはなんですけども30から 50g ぐらい糖質が入ってたと思うので、それを考えたら、まあ、1g あたり4キロカロリーだから、まあ、おにぎり1個が、まあ、150キロカロリーぐらいだとして、ってなったら、まあ、おにぎり2個分ぐらいはもう 1日の中で脳みそのエネルギーとして使われますよっていうイメージですかね。で、覚えてておいていただけるといいかもしれないです。で、次2つ目ですね。これも皆さんご存知かと思います。これすごいですよね、この映像。これ 前回ちょっと前の動画でご紹介させていただいたんですけども、これが動的柔軟性ですね。こう可動域を取れて、かつ筋力で支えられているっていう、まあ、いい見本ですね。で、まあ、それはちょっと余談だったんですけども、で、エネルギーとして次に使われるところっていうのがこう、もうご存知ですよね、筋肉になります。糖質は筋肉でもこうエネルギーとして使われていきます。で、その他にもこういったところがあります。こう神経だったり、あとは赤血球とかだったり、あとは腎臓とか尿とか、あとは精巣とか、そういうところでも糖質っていうのは利用されたりします。そしてですね、こう必要量っていうことなんですけども、今まではこう役割の話ですね。役割って何なのって言って、エネルギーになるんだよっていうところで、じゃあエネルギーは分かったんだけども、じゃあ実際にこう生きていく上でどれぐらいのエネルギーが必要なのっていうところで、さっきの脳みそのお話をさせていただいたんですけども、まあ、計算しましたよね。こう1500キロカロリーぐらいだったら、まあ、20%、 300キロカロリーぐらいは脳みそで使われるから、じゃあそれって、まあ、糖質でいうとどれぐらいなのって言ったら、まあ、300キロカロリーのうち糖質ってのは 1g4 キロカロリーなので、じゃあこれを4キロカロリーで割るとだいたい 75g ぐらいで、 75g ぐらいを、まあ、脳みそで確実に使うよねってなった時に、他の細胞も含めると、まあ、絶対100は切らない方がいいんじゃないかっていう、まあ、計算の方法もあったりするんですけども、これはもう基礎代謝によっても変わったりするので、サイズが大きい選手に関してはもっともっと必要量が多くなるだろうし、まあ、ここら辺はあくまでも参考、まあ、こんな感じの見方もできますよというところで押さえてていただけたらいいかと思います。で、僕だとどうなんだろう、代謝がまあ1600か700ぐらい前後なので、またここの容量が変わってきたりします。で、また2000を超えてくる選手とかもいたりするので、まあ、そういう意味でもここっていうのは選手によって変わりますよ。ただ大事なことは脳みそで使われますよ、これ非常に重要なポイントですよっていうことを押さえててください。ただし例外があって、こう脳みそで糖質はエネルギーとして使われるんだよって話あったんですけども、よく皆さんこの糖質ダイエットとかって聞いたことありますよね。糖質を制限しようみたいな。で、多分どれぐらい制限するのかな、1日に 30g 以下とか、要はまあこの規定の範囲よりも全然下がった量でこう糖質をコントロールしたりするダイエットとかってあると思うんですけども、そういう時ってまあどういうことが起こるかというと、まあ、人間の体ってまあうまくできていて、危機的状況になるともうどうしてもないものはないで、なかったらそれで終わりかではなくてですね、
筋肉中からこう放出された例えばこう乳酸とかあとはこうアミノ酸とか筋タンパク分解されてこう血中にアミノ酸がこう放出されたりとか、あとはこの脂肪細胞から放出されたグリセロールとかですね、まあ、そういうのを肝臓がこうブドウ糖に変えてくれるんですよね。これ糖新生って言うんですけども、肝臓がそれらの材料を使って危機的状況の時にはこう脳みそにエネルギーをこう運んだりするっていうこともあったりするので、まあ何だろう、100取らなかったからいきなりこう脳が動かなくなるのかっていうのは、まあそういうことではないと。ただそれっていうのはもうあんまり何だろう、その正常な状態ではないのでやらない方がいいかなっていうところですかね。まあどうしても例えば、まあ、選手には糖質抜くっていうのはもう全然おすすめしないので、っていうのはやはりスポーツ選手って頭使いながらこの競技をしたりするので、そこで判断が鈍ったりそうならないようにしっかりと脳みそのエネルギーっていうのは取っておくべきです。でそれ以外こう糖質ダイエットとか、まあ、なんかしたりする人っていうのは、例えばこの結婚式までもう1ヶ月しかない、全然痩せれてないじゃないか、でも一生に一度だからそれで写真をどうにか残したいんだみたいな、そういうまあなんだろう、特殊な状況でもどうしてもやんなきゃいけないとか、筋肉がまあそぎ落ちてもまあとりあえずもうケツが決まってるからどうしても自分はそのためにだった第一優先でとりあえず何でもいいからやるんだみたいな人は、まあ、そういうのもありかもしれないんですけども、あとはまあ病気の方とかでもこう糖尿病とかっていうのが糖質コントロールされたりとかしなきゃいけないとかっていう方も、もしかしたらそういう制限があったりするかもしれないですけども、選手にはおすすめしませんということですね。そして次ですね、